実感としてもこのほうれい線が薄くなったなって思って、全然違います。元気ですね、はい。昔はちょっとした日焼けによるシミとか、ちょっとした寒い時にできる小じわとかだったのが、特に40過ぎてからたるみとか、あの輪郭のラインが少しこう崩れてきたなとか、安心できるじゃないですか。異物を入れるわけでもないですし、今日はもうめちゃめちゃ楽しみにしてきました、はい、美容整形というよりも、はい、その自分の皮膚の細胞を移植するということですので、うんうんうん、もうあくまでも自分の皮膚を元の状態に戻す、再生させる、はい、ということです、はい、あの私好きで昔よく水光注射とかをやっていたんですけど、はいはい、あれもパツンとした張りのある肌に戻るんですけど、もう1ヶ月も経つと、はい、だんだんもう元に戻ったかなっていう感触になるんですが、それが元に戻らずにその水光注射の感じが続いていくみたいな感じだと思っていただければいいと思います、はあ、最高ですね。ここのまぶたのところもできますか？できますできます。下のまつげのキワキワのところもやっていきます、できますか？できますできます。目までできる治療って結構限りがあって、あんまりたくさんの治療法ってできなかったりするので、目元のギリギリまでできるっていいですね。そうですね、ギリギリまでありますので、はい、今日皮膚採取なんですけど、何か分かんないこととかないんですかね？どれぐらい切りますか？ですね、切るのはご飯粒ぐらいです、はい、あ、ご飯粒、ご飯粒ぐらいですね。ちょっとした怪我より大したことないですね。そうですね、自分も取ってるんですけど、はい、両方から取ってるんです。多分どっから取ったか分かんないと思います。全然分かりません、はいはい、痛みはですね、はい、ないです。ないというか、ほとんどないですね、はい、安心しました、はい、なんかやっぱり痛いの嫌じゃないですか。嫌ですよね、はい、予想して痛みを10とすると、はい、どのぐらいだったって聞いてますので、例えば予想して痛みよりも痛かったら20とか30とか言ってもらえればいいし、うんうん、それより痛くなかったら、はい、まあ、その思ってる数字を言ってみてください。わかりました、はい、で何かとは分かんない。何分ぐらいかかります？今日ですか、うんうん、今日ですか。今日取る時間は3分ぐらいですかね。そんな短いんですか？そうですね、ただ血を取ったりすると、はい、やっぱり前後で1時間ぐらいですかね、はいはい、この年齢の細胞をずっとキープしておくみたいな、そんなイメージですかね。その細胞は永遠に使えるんですか？永遠に使えます。永遠です。ちょっとなんか今ガサゴソみたいな音がしますけど、大丈夫ですかね？耳が近いのかね。ですよね、はい、もう終わったんですけれども。もう終わりました。もう終わりました、はい、お約束の予想していた怖さとか痛みを10とすると、あ、なんか一瞬で終わった感じで1か0に近くなった。私の中では、もう全然調子抜けするぐらい、はい、そうですよね。今日はいよいよ、そうですね、移植の日ですね。そうですね、やっていきましょう、どんな感じですか、やって。一番感じたのは、うん、こう張りが少し戻って、はいはい、で私すっごい乾燥肌なので、はい、目尻のところの小じわとかはもう特にこの冬の乾燥の季節すごい出てきちゃうんですけど、うんうんうん、それがあんまり出てない。あ、よかったです、はい、もうそれは多分移植の効果だとしか思います。そうですね、はい、あの乾燥が治ったっていう人は、はい、結構聞きますね、ここがちょっと垂れてきた、ここがちょっとシワいくようになったっていうところが、うん、その私たちの40代のこの初期老化がすっごく改善されました、うん、あ、よかったです。そもそもそういうもので美容のように何か作り変えるとか、はい、は別人というものではないですのでね、うんうん、そういうふうに思っていただける患者にこそやってほしいかなと思いました、はい、いやもうちょっと感激しました。ありがとうございます。なんかちょっと5年ぐらい前に戻った感じ、なんていうかな、それはちょっといいかもしれない、はい、写真の時の昔のちょっと写真と見比べた時の感じで、でも3ヶ月ぐらい経つとやっぱり本当に5年とか、はい、あの若返ったような感じに、もう少し変化が出てくるので期待して待っててください。もっ もっと少しずつ張りが生まれてくるんです、はい、きますきます。最高ですね、はい、ありがとうございます。楽しみにしてます、はい、はい。
でもすっごい、うん、私の実感としてもこのほうれい線が薄くなったなって思って、ほうれい線に昔メイクでめちゃめちゃハイライト入れてたんですけど、はいはい、これすごい顕著に分かります。そうですね、ここないですもんね。はい、なくなりました。なくなりましたね。あ、素晴らしい、はい、前回も言ってたんですけど、目元に乾燥の季節にはすごくシワがいくようになっちゃって、うん、43、4歳ぐらいかな、去年、一昨年ぐらいから結構はっきりと出るようになっちゃったのがとても悩みだったのが、多少確かに出るんですけど、ちょっと軽減したなっていうのは実感としてあります。じゃあ目尻とほうれい線、うん、ほうれい線が結構実感がある。ほうれい線は、はい、メイクしてて分かります。そうですね、確かにね、この線がないですもんね。はいはい、はい、いや全然違います。やってみるとなんか、そうなんですよね、ものすごく効果が分かります、まあ、へえ、いいですね、はい、はい、思います。